千葉ちゃんの競馬人生。どうも千葉ちゃんの競馬人生、千葉ちゃんです。さあ今回は秋華賞の前頭診断を行いたいと思います。お願いします。僕の前頭診断はね、全く当てになりません。前回の、前頭診断スプリンターズステークスのをやったんですけど、その時、まず1着のルガル B 評価、2着の東進マカオ B 評価、3着のナムラクレア A 評価なので、全然ダメでした。で、他の A 評価にしたのが、里のレーブとママコちゃんなので、もう本当に全然ダメでした。参考にならないですよね。やばいな。でもその当たらないという意味では参考になるのかもしれません。で、今回、ステレンボッシュ、チェルビニア、クイーンズウォーク、サント、この馬たちをちゃんと順位付けしてきました。で、今回ですね、A、B、C、D 評価でいきたいと思います。シンプルにやっぱ A 評価は本命候補、B 評価は、対抗候補、で、C 評価、D 評価はおそらく買わない可能性が高い。枠とか当日の馬場次第では買うかもしれないけど、今のところはかなり買う可能性低いなっていうのが CD 評価でございます。では秋華賞の前頭診断いきましょう。まず1頭目、アドマイヤベルは D 評価でございます。この馬がですね、4走前の100日走特別は逃げたマーゴットソラーレに有利なレースで、勝ったアーバンシックが異常だったなと思います。なので、アドマイヤベルは着順通りの評価で、3走前はスローの前有利展開を3番手の外目を追走して、ボバ相手 の走りだったんで評価できるんですが、その相手のボバの成績がねちょっとひどいので、そこまで重い評価できないなっていうのと、2走前のフローラステックスは終始スムーズな走りで力を発揮できたのかなと、東京の芝 2000m を連続で使っていた恩恵もあったのかなと思います。で、前走はスムーズに走り、普通になんか力負けしたかなと、上位馬とは力差を感じます。で、新潟外回りと東京しか使ってない馬が、オークスで大敗してここ秋華賞直行してくる、このローでもちょっとね疑問あるので、いきなりねここでやれるかと考えた時にちょっと、期待が薄いなということで、アドマイヤベルは D 評価でございます。続きまして、キャットファイトは C 評価です。これまで一貫して 1600m しか使ってない馬の初の、2000m 距離延長ですね。プラスではないと思います。新潟で小金の空に勝ってはいるんですが、やはり中山マイル向きの馬なのかなと。で、前走はそんな中山マイルで好スタートを決めるも、ノリさんに前に入られて全く動けない位置になり、ほぼほぼ何もできずにレースが終了したので、ここはね度外視していいんじゃないかなと。で、このキャットファイトが、今回秋華賞馬券圏内に入るには内枠入ってスタート決めれれば面白そうではあるんですけど、 G1 の舞台でこのメンバー相手に少ないっていうのはちょっと考えづらいところはあるので、人気が落ちきった時の中山のマイルで買いたいなと思います。ターコイズステークスとかね、3強のうちの1頭クイーンズウォークは C 評価です。先に言っておきます。クイーンズウォークは買いません。安心してください。絶対にクイーンズウォークは本命対抗にしません。というのもね、僕クイーンズウォークは前走のロールズステークスもめちゃめちゃ自信の切りだったんですよ。勝っちゃったけどすごい自信の切りだったんですね。今思えばなんでそんな自信を持ってたのかもちょっと分かんないんですけど、で、前走のローズステークスが前半 1000m60 秒3だったんですね。で、2020年から2022年同じく中京の 2000m で行われたローズステークスが60秒9、61秒2、60秒2と、例年と大差ないタイムだったんですが、大逃げした関戸場イーストのこのタイムなので、この関戸場イースト以外はかなりスローに流れたレースだったと思うんですよ。で、展開向いた前残りの馬たちを差し切ったのは評価できるんですが、ただね、この任した相手がかなり微妙なんですよね。この馬たちに先着したからといって、じゃあここでシェルビニア、ステレンボッシュ相手に勝てるかと言われたら、ちょっとまだ何とも言えないっていうことで、2走前のオークスを見たときに、やっぱりこのオークスがもう枠と展開にめちゃめちゃ恵まれた一戦だと思ってるんですよ。ここのオークスも前飛ばした2頭がめちゃめちゃ速かっただけで、このクイーンズウォークがいた位置ってめちゃめちゃ絶好の位置で、道中はロスなく進めて、直線では内が若干荒れてきたのを大外に出して、もう完璧に、これは力のある馬だったら完全に勝っていたレースだと思うんですよね。そこを刺されたあたり、チェルビニアとステレンボッシュとは差があるのかなと思いました。オークスの判断でチェルビニアとステレンボッシュと力差ありそうで、前走勝ちましたけど相手がちょっと弱かったっていうのも考えて、ここは C 評価でいいのかなと思います。前哨戦の川田×内田だしね、
もうアートハウスで嫌な思いしたしね、僕もね。で、インタビューでね、川田ジョッキーが一周前大きいは良くなかったですってはっきり言ってたので、まあ僕は別にそこは重視しないんですけど、まあそういう意味で、クイーンズウォークは、あえてこのステレンボッシュ、チェルビニア、クイーンズウォークをちゃんとこう ABC 評価に分けるとしたら、僕の中ではクイーンズウォークが一番下の評価の C 評価でございます。続きまして、クリスマスパレードは、C 評価です。この馬は前走はね、開幕週の超高速馬場で、まあ、枠と展開の恩恵を受けての勝利だったと思います。まあ、確かにね、ペースはめちゃめちゃ速かったんですけど、まあ、1勝クラスを勝てていないレイククレセントも先行して4着に入れてるんですね。で、あの、刺してきた馬ってこの2着3着の馬しかいないんですね。このミアネイロとボンドガール。他はもうほとんどその枠、並び順でそのままゴールしたみたいな、だからやっぱりこの前にいた馬が有利だったレースだと思います。で、このクリスマスパレード自体も中山でいい走りしてましたし、得意舞台だったのかなと思いました。まあ、今回京都の内回り、直線の短さとかで言えば前有利だと思うんですけど、秋華賞ってね、結構外筋バンバン決まるんですよね、過去を見てるとね。なので、まあ前走ほどの恩恵は受けられないんじゃないかなと思うので、C 評価でございます。続きまして、小金の空は D 評価です。3走前のスイートピーステークスを評価して、僕はオークス、まあ確かね、勝ったんですけど、まあ特に見せ場なく負けてしまいました。まあ、これをじゃあこの理由距離だとしましょう、一旦ね。で、前走のクイーンステークスは金量の恩恵はあったんですが、小馬相手に勝利と。で、まあ、やや重のタフな洋芝で勝利していることから、上がりがかかる舞台が、まあ、得意なんじゃないかなと思います。で、道中のペース速くなって上がりがかかる展開になればチャンスはありそうですけど、まあ、秋華賞やっぱこれもあの道中のペース流れて、あの上がりがかかるレースになる時もあれば、すごい33秒台みたいな速い上がりが求められるレースになる時もあるので、まあ、そうなるとかなり危険なんじゃないかなと。まあ、大雨降って馬場重くなったりすれば大チャンスだし、その道中のペースが緩まず行くのであれば、それもそれでチャンスだなと思います。セキトバイーストの逃げと、クリスマスパレードがどれぐらいセキトバイーストにプレッシャーをかけてってペースが流れるかっていうのがかなり大事な馬なのかなと思います。続きまして、ステレンボッシュはB 評価です。で、ロスなく内をついたステレンボッシュと外を通したチェルビニアで、確かに内よりも外の方が綺麗な馬場ではあったんですけど、この日の東京の芝を見てると、まあ、確かに外差し勝ってましたけど、内が全く伸びないってわけではなかったです。全然来てたので、ここはやっぱりこの東京2400でロスなく内をついたステレンボッシュの方がまあ有利な一戦だったと思います。それでいて、まあ、チェルビニアに負けたあたり、チェルビニアの完勝だったのかなと思います。当然ね、ステレンボッシュめっちゃ強いじゃないですか。もうずっと1、2着しか取ってないし、めちゃめちゃ強いですよ。今までの僕だったらステレンボッシュ多分ね買うんですよ、何のためらいもなく。だってこんな安定してるんだもん、強いじゃん。しかもチェルビニアよりも京都のあの内回りこなせそうじゃん、だから絶対買うんすよ。ただですね、まあ、一応マイルでめちゃめちゃ強いアスコリピチェーノと一戦勝、めっちゃ強いじゃん。アスコリピチェーノと全く差のない走りをしていることから、距離はマイルの方がいいんじゃねって思ったんですよね。アスコリピチェーノとマイルでやり合えるならマイルの方がいいだろうわかんないけどね。で、これトリッキーな京都も、実際これチェルビニアよりはこなせそうだなとか思ってたけど、果たして本当かなと。まあ、外回りコースだったとはいえ、中山マイルでスプリングノバという馬に負けてるんですよね。阪神外回りとか東京の大箱の方が得意な可能性っていうのがステレンボッシュもあるので、なら、じゃあそのシンプルにオークスで強い走りをした方って考えた時に、僕はチェルビニアの方が強かったなと思ったので、ステレンボッシュを B 評価にしました。続きまして、セキトバイーストは、B 評価です。前走はかなり展開に恵まれた一戦でした。まあ、3走前のチューリップションもかなり展開に恵まれた一戦だったなと思います。展開に恵まれればチャンスはあるかなぐらいのノリだったんですけど、やっぱ競馬ってね、圧倒的前有利じゃないですか。もう僕はもうこれはもうね、何度も何度も自分に言い聞かせることにしてます。絶対競馬は結局前なんです。なので、もう前に行くという馬、逃げるというだけでもう評価を上げていいはずなんですよ。ただ、まあ、前走ほど楽な競馬はできないとは思います。クリスマスパレードがね、やっぱりしっかり番手から速いラップを刻んできた前走の結果があるので、楽にはできないと思うけど、それでもやっぱり逃げ馬ってだけで有利なので、まあ、B 評価でございます。続きまして、タガノエルピーダは C 評価です。この馬、まあ、僕はねオークス本命にしましたね。なんかビリかビリだか2番目だかなんかめちゃめちゃ負けてましたね。なんか見る目がなかったですね、それに関してはね。前走が展開に恵まれての4着だと思うんですよね。で、僕はクイーンズウォークを C 評価にしてるので、クイーンズウォークよりも展開に恵まれていたタガノエルピーダをさらにクイーンズウォークよりも上の評価にすることはないので、
まあクイーンズウォークと同列 C 評価でございます。続きましてチェルビニアは A 評価です。チェルビニア A、 ステレンボッシュ B、 クイーンズウォーク C 評価でございます。まあ、2走前の桜花賞は北線で何度も接触したり、ちょっと全くもって力を発揮できなかった一戦なので、まあ、完全に度外視でいいです。と言ってさ、ちょっと負けすぎてたからオークスはいやいやこれルメール人気っしょと思って、おっつみは見ないっしょと思って切ったけど、結局めっちゃ強かったっていう。前走のオークスで、まあ、同じような位置にいたステレンボッシュよりも、まあ、終始外を通しての勝利だと、これは評価できる内容だったなと思います。ただね、東京がはちゃめちゃに得意、東京でしか力を発揮できないぞっていうタイプの可能性もあります。で、右回りのトリッキーな京都の内回りをこなせるかは、過去の走りを見ただけじゃまだね、わからないです。あの桜花賞を見ただけで右回りダメって決めつけるのはちょっと早い気がするし、 2000m では能力はこの中で一番強いと思ってるから、僕は A 評価にしました。まあ、ステレンボッシュに干渉しているオークスを評価したという感じですね。続きましてチルカーノは C 評価です。前走コバ相手に勝利も、まあ、ショート数の低レベルメンバーだったんじゃないかなと思います。2着の糸川さくらが次走、ランスオブクイーンに 0.5 秒差離される5着で、カンティプールはさらに離されているし、2走前同舞台で、まあ、いい位置から絶好の手応えで上がってきたんですけど、まあ、止まりました。まあ、これなんでかよくわかりません。僕馬券買ってました、もらったのこれと思ったけど止まりました、わかりません、なんででしょうそれがあそこを攻めてきてたらね、もうちょっといい評価したいんですけど、まあ、ただ母のアロマティコはこのレース3着で、ハービンジャー3区もね、相性いいレースなので、まあ、血統だけで見るとまあいいのかなと思って、一応血統分で C 評価にしました。続きましてボンドガールは A 評価です。これはね、僕はかなり期待をしております。サウジアラビアロイヤルカップとニュージーランドトロフィーは折り合いを書いての2着、 NHK マイルカップは致命的な振りを受けてのもの、距離を伸ばしたクイーンステックスは、まあ、前有利の展開を追い込んでの2着でした。でしかもスムーズさが欠けてたので、かなり強い内容だったなと思います。でこのレースが4角2桁の馬が、ボンドガールが2着入りましたけど、その次は9着のラリュエルなんですよ。前に行ったコンクシェル、スタニングローズ、アルジーヌが勝ち馬から 0.2 秒差以内に残ってるんですよ。なのでやっぱりこれ展開的には前にいた方が絶対有利だった一戦なんですけど、まあ、金量の恩恵があったかもしれない。それはやっぱりね、なんとも言えないですね。前走のシオンステークスはここもやっぱ折り合い目に不安があるので、まあ、控えて直線伸びてきての3着と、でこれはもう絶対的に前有利だと思うレースだったので、3着に来たのは評価できますね。まあ、このレースも後ろから追い込んできた馬ってミアネーロとボンドガールしかいないですね。いや完全に足を余しての一戦だったので、折り合いに不安があるので、まあ、後方からにはなると思うんですよ。で大和メジャー3区の 2000m 以上の重賞の成績が終わってるとかそういうのもあるんですけど、それでも、まあ、2着3着ならシゲルピンクダイヤが確かに3着か2着入ってるはずなんですし、中華賞は結構過去を見ると外差し来てるので、後方から控えて折り合いに専念して直線末脚を爆発させる武井豊騎乗で2着3着なら全然あるんじゃないでしょうか。そしてここでチェルビニアとワンツーをすることで伝説の新馬戦が本物の伝説になる、そんなことがあってもおかしくないんじゃないかなと思います。ボンドガールはね、かなり僕は期待しております。続きましてホーエリートは D 評価です。まあ、前走をねちょっと評価してて買ったんですけど、まあ、前走外を通した分とはいえもう少し伸びてほしかったかなと思います。でこの馬よりはミアネーロとボンドガールの方が評価できるなと思ったので、まあシンプルにこの馬はじゃあ D 評価でいきたいなと思います。続きましてミアネーロがB 評価です。まあ、この馬はそのやっぱ前走のシオンステークスを見ると、いやかなり強い走りしたなと思うんですけど、ちょっとやっぱ中山校舎感がねやっぱ半端ないんですよね。オークスあんな負けるっていうのもあるし、そのフラワーカップはノーステキで勝ったり、なんかもう中山得意なんかなっていう。ただ中山校舎とかじゃなくて普通にこの京都の内回りもこなせる馬であればやっぱ能力はあると思うので、まあ面白い一頭かなとは思います。続きましてラバンダは D 評価でございます。まあちょっと厳しい一戦ではあると思います。やっぱ前走のローズステークスも特に見せ場なかったし、まあ着内に入ったフローラステークスも、ロスなく立ち回った結果の2着だと思うので、まあちょっとここでは評価しづらいなということで D 評価でございます。ラビットアイはD 評価でございます。ここもねちょっと僕はどうこうどう評価していいのか分かりません。なので D 評価でございます。最後の1頭ランスオブクイーンは B 評価でございます。前走タフな中距離で、まあ、最内は伸びていたんですけど、大外にね出してのものだったので、まあ、ちょっとねそのタフな中距離の馬場も向かなかった可能性もありますし、内が結構荒れてたから
差も外出したと思うんですけど、 それでもやっぱ内は結構伸びてたので、その外に出した分だけ不利だったっていうのも考えると、まあ、評価できるのかなと。で、2走前の勝ち方と、オークスがかなり評価できるので、まあ、ここでも評価を落とさず、まあ、前走負けてはいますけど、ここでも評価を落とさずの B 評価でございます。さあ、以上が僕の、秋華賞の前頭診断でございました。一応ですね、 A 評価にしたのがチェルビニアとボンドガール、 B 評価にしたのが、黄金の空、ステレンボッシュ、セキトバイースト、ミアネーロ、ランスオブクイーン、この、1,2,3,4,5,6,7 頭ですね、この7頭のうち着内に何頭入るんでしょうか。これで1頭も入んなかったりしたら、もう前頭診断なんてそんな生きったことやめます。さすがにね、1頭もなかったらね、これでチェルビニアもボンドガールもステレンボッシュも来ないとか、やばいから、もうそれはあの、もう全やめます。前頭診断もう向いてなさすぎる。いよいよ本格的にここからね、秋競馬 G1 シリーズが始まっていきますので、ガンガン当てていきましょう。それでは本日もご視聴ありがとうございました。